がいいですか？すいません、ちょっとね、あの横向きのあの映し方の研究をちょっといくつかしてきた、はい、すいません、あ、ありがとうございます。先生ちょっとあとセクシーポイントがちょっと、はい、あ、すいません、ちょっとなんかタオル借りてもいいですか？ちょっとかけたら、あ、かけてください。腰こうなんだかな、そうだな、こうだな。じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですかね。どうなんでしょう。もうちょっともうこっち向いちゃってるからわかんないですけど。なかなか難しいもんですね。そうですよね。確かにね。もしだったらカメラ位置変えますか。でも変えるにしてもどうやって撮るのがいいのかがちょっとね、せっかく、うわ、なんか俺のカメラ邪魔だな。困った。いやいやいや、大丈夫大丈夫大丈夫。そうですよね。置き直しましょうか。いや、もうちょっと一回これで行ってみましょうか。はい、はい。ちなみにこれって聞いてます？なんだろう、硬いせいもあるとは思うんですけど、なんか、ね、なんだろう、表面が痛い感じで。ですよ、刺さるだけの感じですよね。なんかやっててもそんな感じしますもんね。そうなんですよね。こういう感じですかね。もうちょっと刺さる感じですかね。なんかあんまりいい感じに入ってない感じしちゃいますね。はい、ですね。ちょっと痛い感じですかね。ちょっとあと肩、やっぱこれぐらいの方が楽なんですけど。ああ、なるほど、はい、あ、やりづらいですか。そうするともうそうですね、ここがちょっとあれですか、あ、出なくなっちゃう感じですか。なんか肩が、あの、ちょっと痛そうですよね。苦しいっていうか、めっちゃ潰れる感じになっちゃって。ですよね。はい。はい。よかったですな。ちょっとなんかでも痛い感じですよね、これだとね。あ、でもさっきよりさっきよりですか、ね、うん、いいです、いいです、うん、ちゃんと映ってこない覚えていってくださいね。はい、さっきよりなんか楽です、手厚い感じ、はい、やっぱ体勢なんですかね。体勢はただちょっと横向きなのがなんか、うまくここで入ってない感じっていうか、あれが悪い感じなんです。今どうですかね。さっきより、はい、全然いいです。ちょっともうあの膝ついてやってます。あ、なるほど。ね、多分先生のこう寝やすい体勢と俺のあの腰の高さが多分合ってないんですよね。あ、そうですよね。難しいですよね。ね、こう呼吸を合わせないとね、やっぱり二人のね、呼吸っていうか。
けど気持ちよくなってきました。本当ですか。うん、なってきますね。気持ちいいです。ですか、ありがとうございます。うん、やっぱ背中より肩の方が凝ってますか。まあやっぱりこの、うん、ここのなんか T ゾーンっていうんですかね。ちょっとね硬いんですよね先生。あ、僧帽筋のあるわけですか。そうそうそう、僧帽筋のラインっていうか。うん、この辺を胸から肩にかけて、そうなんです。上、背中の上部ですね。上部ですね。ちょっとだからその辺を集中的にやっていった方がいいのかなとは。さっきの肩もみの時よりはだいぶ柔らかくは ね、うんうん、なってはいるんで。痛くない、全然痛くなくなりました。最初結構痛かったちょっとね、いろいろ体勢がね、あれっぱりしたいや、僕全く張ってて入ってないから痛いっていう感じですよ。そうですかね、まあ、ちょっといろいろな不幸な要因が重なってでも今気持ちよくなってきましたよ。本当ですか、よかった、うん、いい感じです。ありがとうございます。指が入るぐらいになるとそれで気持ちいいです。
その辺ですね。その辺も一人の方がカタカタですか。そうですね、うん、